勝男が挑む驚異の神業ジャンプ。前人未到のギネス世界記録に挑む一人の男がいた。ジェームス・トンプソン。彼の特技、それは縄跳び。一体どんな記録に挑むのか。すると、おもむろに3人の美女を抱え始めたジェームス。なんと彼のチャレンジは最も重いものを抱え縄跳びを10回跳ぶというもの。美女3人の合計体重は179キロ。驚異の神業チャレンジをじっくりとご覧ください。ゴー。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。10回飛ぶことに成功。見事ギネス世界記録を樹立した。だがジェームスの挑戦はこれで終わりではない。なんとこの男が今夜緊急来日。この後スタジオで自らのギネス世界記録更新に挑む。あれこそが世界で最も重いものを抱えながら縄跳びをする男、ジェームス・トンプソン。自身で打ち出した現在のギネス世界記録は合計179キロを抱え縄跳び10回。そこで今回は鳥肌ゲストが1人参加し記録更新に挑む。体重70キロのゲストなら前回の記録を超えるのだが、なんか担ぎやすい人とかあるんですか？強くしがみついてくれる人がいいね。でないと記録の妨げになってしまう。どうですか、柴田さん。What do you think of her? ?70 キロぐらいでしょ？はい。私もちょ70キロじゃないからね。誰がいいんですか？誰がいいですか？なんかお好みのタイプ決めてもらえばいい。そうしましょうか。これはね、何の関わりもないから。前回に大変な目に遭いました。絶対に大丈夫や言うね、女の子はなんか逆立して弓引いて。前回弓矢の的となる卵を頭に乗せた坂東さん。しかし。顔面に矢が直撃。美味しいのでもちろん今回も挑戦してもらいます。さあ何キロでしょうか？結構いっちゃってるよ。185キロです。179キロよりもだいぶアップしておりますけれども大丈夫でしょうか？もちろん大丈夫さ。大丈夫でしょうか、はい、さあ行きましょう行きましょう。大丈夫です。大丈夫大丈夫。手ぐらい持ってんやん。ちょっと気の悪い気の味方。ちょっと待って。怖がらずに、もっと背筋を伸ばして。ちょっともうちょっとこう座りによくして。座りよくして。もうジェームス次第行きますからね。体力消耗。そう体力消耗しないように。よし。彼女しっかり俺の足を。そう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 。いよいよ挑戦の時。行きましょう。はい、やめて、はい、やめて、はい、やめて。果たしてギネス世界記録更新なるか。合計185キロを抱え縄跳び10回に挑むこの男、果たしてギネス世界記録更新なるか。行きましょう。はい、やめて。
彼はすごい力だ。これでギネスで発表されたら僕ら二人は世界中を回るぜ。こうしてこの記録はギネス世界記録に認定。認定書にはなんと坂東さんの名前も。